こんにちは、タンサック七坊です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回は登録者500人突破と岡田敏夫さんに紹介していただいたお礼、自己紹介の内容になります。いつも応援してくれているあなた、また岡田敏夫さんのチャンネルから来てくれたあなた、本当にありがとうございます。実を言うと、もうすぐ500人達成するということで、視聴者さんにお礼の動画と自己紹介を合わせて話そうと決めていました。でも、昨夜、とんでもないことが起こりました。昨夜、母とスーパーへ買い物に向かうべく、車を走らせながら、いつものように岡田敏夫さんの YouTube を聞いていました。そこで、なんと私、タンサック七坊のチャンネルの話題になりました。驚きのあまり隣で話す母の声も耳に入らなくなってしまいました。もう買い物どころではなくなって、そそくさと買い物を済ませて帰って、パソコンでちゃんと確認したんですけど、間違いありませんでした。で、いつもなら、ポツン、ポツンと2、3人しか登録いただけてなかったのに、いきなり登録者さんが増えていました。オタキングの岡田敏夫さんが番組で取り上げたので登録が増えるといいですね、というコメントがあって、夢ではなかったようです。私が岡田敏夫さんを知ったのは、BS 漫画ヤワで、とにかくトークが面白かったんで、YouTube 登録をしていました。サンダーバードのネタが出ないかなぁと思いつつ、密かに岡田敏夫さんのチャンネルを登録していただけなのに、私のチャンネル登録者さんの中に岡田敏夫さんの名前を見つけた時には、体に電気が走りました。私みたいな弱小チャンネルを見つけて登録してくださるとは、例えるなら YouTube の大海原で、高性能なソナーでも探知できない微弱な発信音を見つけてもらえたような気分です。しかも、私なんかよりもトークも楽しく、手際もよく組み立てている動画もある中でまさか、登録だけでなく、番組で取り上げてくださるとは、感謝しかありません。本当にありがとうございます。岡田敏夫さんのチャンネルから来てくれた方は分かっていると思いますが、岡田敏夫さんは作家さんで、映画やテレビ、漫画のことなどを自分なりの解釈で面白く伝えてくれるチャンネルです。例えば映画を見てから岡田さんの解説を聞いたらまたその映画を見たくなるような面白い解説をしてくれます。そんなすごいチャンネルで私のことを、すごい人を見つけた。今後成功するであろう YouTuber として紹介していただきました。というのは嘘で、YouTuber で人気者になるには毎日努力して投稿するといいというのは建前に過ぎません。その見本として、デアゴスティーニの毎週2000円ずつ払って作る週刊シリーズをやってる割に、再生数や登録者数が増えずに、かけてるコストが割に合わない模型女子がいると紹介されました。岡田さんの一ファンとしては、何を言われても絶賛されているようにしか聞こえません。さらに、全部の動画を見て応援しているよとまで言っていただけました。岡田敏夫さん、本当にありがとうございました。ということで、岡田さんのチャンネルから来てくれたあなた、ありがとうございます。チャンネル登録をしていただけたら喜びます。ここで、今更ですが、500人達成を記念して、自己紹介なんていうものをしてみようと思います。チャンネル名は、タンサック七坊で、このチャンネルの名前になっている、タンサックというのは、探索という意味から来ています。好奇心旺盛で模型作りが大好きな島根県育ちの模型女です。もともと生まれ育った島根を活気づける助けになるならと考えて地域情報を発信する島根探索というサイトを立ち上げました。そのサイトの中で趣味が高じて
こしらえるというカテゴリーができました。こしらえるとは、出雲弁でものづくりのことです。ものづくりは動画にした方が伝わりやすいと思って YouTube にしています。なんてかっこつけたことを語ってしまいましたが、単に好きなことをひたすらやるだけのチャンネルです。最近ハマっているのは、デアゴスティーニさんの週刊〇〇のシリーズの模型作りです。岡田さんにはまた笑われるかもしれませんが、これまでに動画にはしていませんが、2年かけてデアゴスティーニさんの週刊スターウォーズ R2D2 を完成させました。現在は主にスターウォーズとサンダーバードを作っています。テレビコマーシャルの魅力的な完成モデルを夢見てコンプリートを目指して頑張っています。男性モデラーのような細かな細工や専門的なうんちくはできないかもしれませんが、初心者モケ女として頑張りますので、応援よろしくお願いします。引き続き、探索七坊をよろしくお願いします。ありがとうございました。